チャオ、あっちゃんです。ちょっとね、ここ最近ちょっと減ってんねんけども、ちょっとやめてねってライブで言ったからかなり減ってきてんねんけども、ライブでちゃんとまとめて言うねって言ったんでね、とりあえず動画にさせてもらいます。あっちゃんからのお願いやねんけども、過去のあっちゃんが良かったってよく言ったり、言ってくれる人がおったりね。で、昔のあっちゃんに戻ってよとか、あの頃のことをまた同じようなやってよって言われたら、で、なんでそんなこと言われるのかなってあっちゃんも考えとってんけど、その頃のあっちゃんは幸せそうやったとか、その頃のあっちゃんは楽しそうでさ、笑顔が良かったって、最近笑顔がないとかってよく言われるんやけどもね、逆なんよ、実は。その頃って何かっていうと、あっちゃんみきちゃんなくしてね、ようやっとね、前向いて歩けるようになってきた。それでもやっぱりまだみきちゃんのことを完全に忘れることはできへんし、で、やねんけども、まあ一歩前に進めるようになってきたっていうところでね、その頃みきちゃんなくして3年目4年目5年目6年目バースデーとかの動画見てもうたら分かると思うけど、ポロポロ泣いてたと思うね。やっぱりみきちゃんをなくした悲しさ、寂しさ、ショックっていうのは拭いされへんかったね。一生懸命嘘の笑顔を作って、一生懸命わざと楽しくして、みきちゃんを忘れるんじゃないけども前向いて進もうって努力してきて、本当に寂しさと悲しさの中で生きてたんよね。その時の笑顔に戻ってくれっていうことは、あっちゃんが今はあこと出会ったこともあるし、やっぱりみきちゃん亡くしてから12年目13年目っていうことで、かなり前向いて歩けるようになってきた。で、今の笑顔が一番自然じゃないのかなって自分では思うのよ。本当に心から笑えてるんちゃうかなって。昔は心から笑えてなかった。本当みきちゃん亡くして1年目2年目3年目あたりは笑顔なんて出えへんかった。作り笑顔もできへんかった。それを YouTube やりだしてから嘘の笑顔で、嘘の笑顔をすることによって自然と自分が笑えてくるってよく言うから、嘘でもいいやって思ってやってた。だから心が壊れそうになってお酒に溺れたりとかで、ね、カメラ止めてボロボロ泣いてたりってことはよくあったんよ。でもやっとね、そういう情緒不安定なところからまともに普通に戻れた。その頃ってほぼほぼ記憶もなかったり、もうね、なんていうかな、本当にもうね、現実逃避の日々現実逃避してたんよ。そこからやっとね、自分を取り戻せた今、一番幸せちゃうんかなって。あの中で、過去のあっちゃんが良かったって言われたら、ファン、あっちゃんのファンでしょ？あっちゃん応援してくれてるんでしょ？なんで、みきちゃん亡くした悲しい頃に引き戻そうとするのかな。本当の笑顔は今ちゃうかな。みきちゃんを忘れてるんではないけども、みきちゃんを亡くしたことを受け入れる、現実を受け入れる、もう会えない、もう触れることすらできへん、抱きしめることもできへん、顔も見れへんし声も聞けへん、そんな状態で今一生懸命生きてきて、やっぱりみきちゃん亡くなったんやなっていう現実を受け入れられるようになってきた。そこで一歩進んだところで、泣いてても戻ってきゃへんやったら笑って生きたらいいやん。みきちゃんが泣いて生きても一緒、笑って生きても一緒って言葉よう言ってたんやけど、笑うことが大事なんちゃうかなって思うね、心から。それが今なんよ。で、そこにやっぱりあっちゃんにはアコっていう存在がかなり大きくて、あっちゃんの人生の中でまだやっぱり残りの人生、あっちゃんも残りで何年生きるか分からへんけども、まあまだまだ長いと思うのよ。でその中で、ね、一緒にまたこうやって生きていけたらなっていうパートナー、あっちゃんのこれからの人生一緒に歩けるパートナーとしてね、あことこう今後ね、そういう付き合いをしていこうかなとは思ってんのよ。でそこでみきちゃんがおった頃が良かったとか、もしみきちゃんがおったら一緒に YouTube してんのって話して、
アコのことをすごい傷つけてるとあっちゃんも思うのよ。だからそういう話をしてほしくない。でそれどころかミキちゃんを出すことによってアコ叩きに使う、やってほしくないし、ミキちゃんもそんなことしてほしくないと思ってるんよね。あっちゃんそう思う。だからね、ミキちゃんが早く来い。今までさ、ミキちゃんのことずっと叩いてたやつらが手のひら返したかのようにアコ叩くためにミキちゃんを出してきたりとか、ひどすぎるよ。そんなもんやめてほしいしね。めえそんなね、バカにいくら言っても聞かへんとは思うけどさ。あとさ、ミキちゃんが呼んだって呼ぶわけないやん。そんなやつが出てきたりね。亡くなった人が会うたこともないようなやつ呼んで何をすんの。常識から考えてさ、意味わからへん、じゃあそれがもしミキちゃんが呼んだとして何ができるの。同じ呼ぶやったらできる人呼ぶでしょ。そういうね、嘘つって自分を何をしたいのか知らんけど、ミキちゃん使うのやめてほしいなってちゃん思うのよ。ミキちゃんは誰のものでもない、あっちゃんの大切なパートナーな。会うたこともないのにさ、ふざけるなって言いたい。あっちゃんがミキちゃんといた時どれだけ幸せやったんかっていうのはあっちゃんの話でしか知らんでしょ。みんな本当の幸せなんてあっちゃんの口から出た言葉なんて薄っぺらいもんじゃない。たった10年やったけど、普通のみんなの恋愛知らんよ、みんなの家族知らんよ。でもどこの家族にも負けへんぐらい幸せな生き方をしてきたのよ、たった10年。だから次またミキちゃんに会う時に、ミキちゃんが先亡くなった後こんな楽しい人生を送ったんやでって、そう伝えたいためにって言うんだけど、そう伝えるのにあっちゃんはアコとこれからもずっと一緒に生きていきたい、引き離したいのかな、アコと嫉妬してんのかな。そのためにミキを使うのやめてほしい、ね、もしそういうコメントがあったらファンでもアンチでも即ブロックしていく。一発は注意するかからんけど、できる限り早くブロックをしていく。だってそんなことにミキを使ってほしくないから。この話もしようと思ってなかなか取れへんかって、やっぱりこの話をするっていうのはあっちゃんの中でもすごい辛いことなのよ。でも言っとかんとあかんしね。またね、お願いとかそんなばっかりなるか分からんけど、いろいろね、みんなにお話していかないこともあると思うね。だからこれからね、あっちゃんを応援してもらえたら嬉しいなと思うし、あっちゃんを叩くために、あっちゃんを叩くんやったらまっすぐ叩いてこい。いや、目の前に来て顔を見て目を見て思いのだけぶつけてこいよ。容姿もせえへんくせに陰でしか言えへんっていうのは、へたれの陰口でしかないのよ。面と向かって言える言葉を吐いてこいっていう話、そのためにミッキーを使うなんて卑怯なことせずに、ミッキーを使って叩くんじゃなく自分の言葉で叩いてこいよって思う、だからそういうね、クソみたいなやつにミキちゃんの名前を出してほしくない。以上です。まあ、あっちゃんは今幸せなんで、この幸せな今を生きてるんで、過去に戻すこともやめてください。よろしく。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのお話良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。